じめまして、マドシカ来ました、バスケです。今日は皆さん来ていただいてありがとうございます。そして僕ら11月にフランスのイヤザークレンスというバンドとスプリットアルバムを出しまして、そのレコ発という形で、竹山君が誘ってくださって本当に感謝します。